それでは講演へと移らせていただきます。はじめにですね、免疫チェックポイント阻害薬が入ってきた肺がんの薬物療法についてご講演いただきます。講師は国立病院機構九州がんセンター呼吸器腫瘍科の瀬戸隆先生です。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、九州がんセンターの瀬戸です。見た途端に帰ろうかと思った方いらっしゃいませんか？おかしいなって、次の演題がこのインチキ医療なのにインチキ医者が出てきたと思った人がいるんじゃないですか？私見た目がチャラチャラしてますけど、こう見えてですね、肺がん学会が出している診療ガイドラインの薬物療法の委員長をしてると。本当かよという顔されてますね。まあ、そういう人間ですので、肺がんの治療をして25年ぐらいですかね、そういうベテランと言っていいのかどうか分かりませんが、そういう人間ですので安心して聞いていただけたらと思います。今日はですね、タイトルは免疫チェックポイント阻害剤の肺がん治療の最前線ということでお話の演題を使わさせていただいているんですが、免疫チェックポイント阻害剤だけを聞いても肺がんの治療って成り立たないんですね。だから全般的に肺がんのお話を聞いていただいた上でですね、じゃあ免疫チェックポイントの位置づけでどうなのかとか、そういうことを理解していただこうかなと思って今日のお話を用意しています。このスライドを作るときにですね、別にここを飛ばそうと思ったわけじゃないんです。でも飛ばしといてよかったなということが今日起こってしまいまして、中川先生のよりに先んじて私の方がお話しさせていただくということになりました。で、私のようなインチキ医師に騙されないようにという話は次のセッションになってますので、私がインチキだわけじゃありませんのでよく聞いていただきたいと思います。で、今日話すにあたりまして、私治験ですね、薬を保険で使えるようにするようなお仕事をいっぱいやってますし、講演もしてますので、企業さんとの COI といって、そういうものがあるんですが、利益増半があるんですが、今日の発表時代には特に問題はないと思うんですが、免疫チェックポイント阻害剤の開発にほぼだいぶ関わっております。で、一番左側の写真ですね、100枚ぐらい写真撮った中の奇跡的な爽やかな写真なんですけど、そういう COI もあってダーティーな部分もあるよということを理解してお話を聞いていただきたいなと思います。さて、肺がんの薬物療法の役割みたいなことを言ってるんですが、何よりも手術というのが一番根治が高いよということになりました。手術というのはどういうものをするのかというと、正常な臓器ごとがんを取り除くんですね。だから正常な臓器には取れる範囲があって、病気がある一定のところを過ぎてしまうと取れない、これ以上取ったら命に関わるよ。取り残しても全然臓器機能は捉えてるので、がんだけ残るようなことをしたらかえって命が短いということで、手術できんって言われるのは、手術した方がひょっとしたら早く亡くなる確率が高いよということで、できませんということで手術不能という言葉を使います。放射線はですね、ピンポイント照射の中には手術をしなくても治るよというようなものも最近出てきました。でも多くの場合は手術で取りきれない場合に、手術の代わりに放射線を当てましょうというものや、放射線をやることによって手術の根治性を上げるよというようなことに使われるものもあれば、症状を取る、例えば脳とかなんかで麻痺が出ちゃうのを抑えるというか、いうような放射線の使い方がされます。薬物療法になると少し範囲が広くなりまして、抗がん剤、すみませんね、手術を受けられた、手術で治ったのに抗がん剤をやるよというような場合もあるし、ちょっと手術もできない、放射線も当てるには範囲が広すぎるという場合に、抗がん剤だけで治療というようなことがされるんですが、この病気、一番上に書いている病気ごとによって治療の目的が変わります。例えば手術の後にやる薬物療法というのは、手術の成績をどんだけ上げられるかということが目的にされるし、放射線と併用される場合には放射線の効果を高めようということになります。ここはどっちかというと種の治療があるんですが、4期になってくると他に放射線とか入ったり手術が入らない方が薬物療法しっかりできるので、その方が目的を達成できるということになります。じゃあ薬物療法の目的って何でしょうということになると、薬物療法が対象になってくるとなかなか治してしまうということが難しくなります。薬物療法だけでいこうというステージになると。じゃあがんを持ってるけど
がんと仲良く生きていって、がんで命を取られるまでの期間をどれだけ延ばせるかということが目的になるし、じゃあその間苦しむ時間を延ばされても、そんなことされたら帰って困るよという話になりますよね。だから健やかに症状がないよ、普通の生活ができるよというようなことが治療の目的になります。言い換えると、私の好きな言葉なんですけど、健やかな長生きができるということが薬物療法に求められることになります。それでですね、薬って使えば使うほどいいというものではありません。今人間が持っているお薬というもので副作用がないというものはありません。逆に副作用がないって言ったら、あ、嘘だと思っていいぐらいです。で、薬の開発の時にどういうことをするかというと、副作用、有害事象って書いてますけど、副作用と思ってください。副作用で薬の量をまず決めます。要するに副作用が耐えられる量でどんだけ効果を出してあげるかということが目的になるので、副作用ベースに治療の量、薬の量って決まると思ってください。そして効果が有害事象以上に期待できるという時にはやれということになります。ところがですよ、もう1日の半分以上ゴロンゴロンしたかなきゃいけないような体力の人に効く治療をやっても副作用を乗り越えられないので、かえって命を削ってしまいます。逆に体力が十分ある状態でも効かない抗がん剤を次から次に打っていったら副作用で体が弱っちゃいます。こういうバランスを考えながら、医師は治療をやるべきか、この治療をやるべきか、やるべきじゃないかということを患者さんと一緒に考えようとしています。じゃあいい治療って何でしょう。目的が生きている時間を延ばすということですから、生きている時間が長ければ長いほどいい治療になります。そのためには、例えば副作用が強くても命が延びるんだったらこの治療を選択した方がいい、お薬が高くてもやった方がいいというような判断になります。ところが命の長さがプラトンに達する手がだいたい同じだったら、同じぐらいの長さ、何が大事になってくるかというと、まず副作用が軽いということが大事ですし、クオリティオブライフってピンってきます。先ほど言いました、自分らしい生活を送れるかどうかということが大事な指標になるし、で同じ効果だったら投与が簡単である。300万の治療と50万の治療、効果が一緒だったらどっち受けます？化粧品と一緒で300万ですか？50万ですよね。そういうことを考えて、治療効果とかコストを考えながら治療をして、健やかな長生き。じゃあ我々が一番避けたいことは何かというと、全く逆の苦しい短命、やったがために苦しんで命がなくなる、短くなっちゃう、そう見込みがないのになっちゃう人っていうものが、だいたい 1-2% までは許容されるというぐらいの感覚でやってます。 50% の人にそれが起こりそうだという場合に、しない方がいいと、しない方がいいと我々は一生懸命言うというような立場になります。さて、肺がんの薬物療法ですね、基礎となる治療は緩和医療です。この緩和医療がちゃんとできている、緩和医療が今現在は必要ないという人を対象に、肺がんに対しては3本の柱があります。今日の話題の免疫チェックポイント阻害剤はその柱の一つでしかありません。あとは分子標的治療薬、殺細胞性抗がん剤というようなことになるんですが、まずお薬の開発の歴史とかそういうことを知っていただくために、殺細胞性抗がん剤って何ぞやった、実はですね、3本の柱ってお話ししましたよね。全部使うんです。これだけを選ぶということはなくて、全部使うことが一番命を延ばすことになるだろうと考えられています。先ほども言ったように、このお薬は使わなきゃいけないという個別なことはあるんですけど、基本はこの3つをうまく組み合わせる、順番を変えていくという治療を考えていきます。従来の抗がん剤って何をやってたかと言いますとね、シャーレにがん細胞を貼ります。そこにいろんな物質を適当にかけるんですね。そしたらがん細胞が減るような物質があったら、これは抗がん剤になるかもしれない、ちょっと古い話になりますけど、例えばですね、カブトムシの幼虫のエキスをかけたんです。カブトムシの幼虫を、そしたらがん細胞は死滅したんですね。これはカブトムシの幼虫だとがんを殺せるぞ。じゃあこれをですね、乾燥させて飲んだら何でしょう。生薬ですかね。煎じて袋に入れて健康食品って出す場合もあるかもしれないし、エキスをつってカプセルに入れて飲んで胃がやられるかもしれないというようなことが
皆さんが新聞とかなんかで読んでる生薬とかそういうものです。健康食品とか。じゃあこれじゃ薬にならないので、このカブトムシのエキスのうちの何ががんを殺したのかということを突き詰めていきます。でこの場合はカブトムシディフェンシンという名前でしたがつきました。でそうなるとこれを動物実験に持ってって、最初はネズミとかなんかに使って、本当にネズミのがんをやっつけることができるか、じゃあ次大型の犬とかに投与して安全に人に投与できるかっていう実験を繰り返して、これは人間に投与したら大変なことになるぞということが分かったので、じゃあどうやって人間に入れられるかっていう最適化療法みたいなことをやるわけですね。薬の最適化、そうして初めて人に投与してみて効果が出るかどうかということを見ていく人での実験、治験という状況に入っています。今までのお薬の開発って下手な鉄砲を吹く、下手すり当たるみたいな感じで、200個物質があっても1個しかお薬にならないような開発です。ここからですね、ちょっと苦労して作ったスライドなのでしっかり見ておいてほしいんですけど、スタードウォーズ風に作ってきたんです。今まではですね、絨毯爆撃攻撃しかできなかったんです。今の殺細胞性抗がんっていって基本的に絨毯爆撃攻撃だったんですけど、がんだけを狙い撃つピンポイント治療というものができる。これもう 12、3年使ってるスライドなんですけど、標的だけ狙うというような治療ができるようになりました。なんでこういうことができるようになったかというとね、ほんの20年前、15年ぐらいまでは顕微鏡でこれが正常な細胞なのかがん細胞なのかという見分けしかできなかったんですけど、この中の染色体がどうなってるかということが分かりました。だから染色体以上の病気というのが先に見つかって、その後この染色体の中にですね、 DNA といって遺伝子というものが解明することができるようになりました。そしてこの DNA に基づいてどういうアミノ酸、タンパクの原料となるアミノ酸ができるかということになる。そうすると何ができるようになったかというと、正常な細胞とがん細胞の DNA がどこが違うのか、どういうタンパクが出てくる、どういうアミノ酸が出てくるから人間の体に悪さするのかということが分かるようになって、それで分かってきたのがですね、正常細胞というのは細胞を増やすというアクセルの遺伝子と、ある程度増えたらもうやめとけというブレーキがバランスが取れている。ところががん細胞になるとずっとアクセルを踏みっぱなしになっているものやブレーキがぶっ壊れてしまっているからがんになるんだということが分かるようになってきたんです。うろちょろしてすみませんね、リモコンを忘れました。最初に分かったのはブレーキです。ちょっと昔の方だったら P53 が壊れてるからがんが育ったんだみたいなことが報道されて、 P53 をがん細胞に打ち込めばがんを抑制できるかもしれないということはいろいろ試みられたんですが、がん細胞自体にこの P53 を行き渡されるというようなことが難しくて、これはなかなか実臨床に行きませんでした。ところががんのアクセルというものがいろいろ見つかってきて、このアクセルの方は意外とコントロールできるよというふうなことになってきました。まず一つの例なんですけど、上皮成長因子受容体というものが人間の体にあって、上皮って何か分かります？例えば皮膚ですね、皮膚とかなんかが皮膚っていうのは皮膚上皮の下が皮下組織とかになってで、例えば消化管だったら口からお尻の穴までずっと外と接するじゃないですか。胃袋も外界のものを触るし、うんち出る時も外界のところと触れてますよね。こっから先が人間の体だから、こっから大事なものは通すけど大事なものはブロックしますよっていう、非常に外と接しているところが上皮なんです。例えば肺の場合は息を吸って吐いてますよね。酸素と二酸化炭素はやり取りできるけど、それ以外なものは通しませんよっていうものが上皮細胞。この上皮細胞を正常に保つ働きをしているのが上皮成長受容因子受容体というもので、これはですね、成長因子が来ると初めて2両体になって細胞1個増えなさいみたいな感じのことをやってるんですね。ところが肺がんでタバコを吸わないのに肺がんになった人の半分の人はこの上皮成長因子受容体にですね、遺伝子変異が入ってしまって、遺伝子変異が入ると何になるか、ずっと活性化してですね、細胞増えろってずっと命令を出し続けて、で細胞が増えちゃうからがんになっちゃうんだということが分かりました。じゃあこの増えろっていう命令を出すところにブロックをかければ成長が止まるよというようなことでお薬が開発されました。
これは治験段階の患者さんの例なんですけど、この白く点々点って見えるところ、こういうところはがんがいっぱい張ってる。で、下の方にお水が溜まってて、この方は酸素を吸わなきゃいけない状態だったんですが、本当はこういう人を治験に入れちゃいけないんですけど、酸素をちょっとだけ外しといてという話をしてですね、投与しますとあっという間にがんが退縮してしまうということで、このお薬が承認されました。ところがですね、タバコを吸わない人がなるがんということで、アジア人で腺がんでタバコがあんまり吸ってないという人を対象に、今まで使ってきた殺細胞性抗がん剤とゲフィティニブって書いてますけど、先ほど言いました上皮成長因子受容体のブロッカーである一つを使うという試験をやったところ、これががんの制御期間になるんですが、最初の方は抗がん剤が良くて、下の方は抗がん剤のコントロールが悪い。最初は分子標的治療薬のジェフィティムのコントロールは悪いんだけど、後半になるとジェフィティニムのコントロールの方がいいよということになって、なんじゃこりゃみたいな感じになったんですけど、これを先ほど言った上皮成長因子受容体に異常があったのかなかったのかって見るときれいに分かれまして、上皮成長因子受容体に異常がある人には少なくともがんが半分以下になった、消えちゃう人も含めて 71% の方が、ところが上皮成長因子受容体に異常がないということは他のことが理由でがんになった人には 1% しか効いてない。この 1% はですね、ただ単に検査が間違っただけなんですね。本当は陽性なんだと思います、変異が。ということでこの分子標的治療薬全員には効かないんです。異常がある人には効く、ところがそれ以外の原因でがんになった人には薬になってない、水になってない、何になってるか毒にしかなってない。ですからこういう類のお薬は異常、変異の異常があるという人にしか使わないんですね。まあ、これは飛ばします。ちなみに あそこにですね、写真なんだろうと思うでしょ、この香港の先生なんですけど、肺がんの、まあ、トップリーダーの先生でトニー・モックとおっしゃいます。で、私はですね、ジャパニーズトニー・モックと彼から呼ばれてるんですけど、なんでそんな風に呼ばれてるかというと、ネクタイをしないというそれだけで、どっちがボタンをたくさん開けるかという競争をいつもしてます。さて、分子標的治療薬おさらいしますよ。分子標的治療薬でを考えた場合に、分子の異常があるかないかということを見るとですね、分子の異常がある人には特効薬ですが、分子の異常がない他の人に使ったら先ほど言ったように毒にしかなりません。で、まあ、ここでちょっと見といていただきたいんですけど、実は EGFR に変異がない人を EGFR ワイルドタイプというんですね。このお薬の開発もですね、ワイルドタイプの方には使わないというふうになっていきました。これは EGFR-TKI という上皮成長因子受容体ブロッカーというものが一番最初に出てきた肺がんのブロッカーだったので、変異がない人までに使っちゃったんですけど、その後の分子標的治療薬はそういう人たちは外して開発しようと、もう無駄な毒にしかならないようなことはやめようということで開発が進みました。だいたい普通の抗がん剤の2倍から3倍効くよということで、こういう人たちには分子標的治療薬を最優先してください。で、肺がん診療ガイドラインなんですけど、横文字が書いてあるでしょ。 EGFR というのはさっき言った上皮成長因子受容体なんですが、少なくとも肺がんは4つの分子を調べて、そのうちのこの3つを調べてと、分子標的治療薬をやってくださいというのは、 EGFR はさっき言ったようにタバコを吸わない人の 50% ぐらい、あとは ARC とか ROS1 というものが保険適用されて、それぞれ特効薬があるよというような状態であると。そして近々 BRAF っていうものの、まあ、1% の方にしか見られないものですが、 BRAF 変異っていうものがある方に対する特効薬、分子標的治療薬というものが出てきます。で、時代は流れてですね、先ほど第一世代の分子標的治療薬というものを使って、これが効かなくなると、先ほど言いましたベーシックな殺細胞性抗がん剤というものは両方使うんだよっていうお話をしたと思うんですけど、この間に第二世代のお薬を使ったり、例えばさっき言った上皮成長因子受容体だとですね、殺細胞性抗がん剤に行ってたんですが、約6割の方に T790M という次の変異が入るんですね。そうするとそれに第三世代を使うと、また第一世代と同じ時、それ以上にがんが制御できるから抗がん剤の前に使いましょうということ。ところがですね、こんな開発をやってたんですが、じゃあ第一世代と第二世代や第三世代どっちを先に使った方がいいのかというのが今の
最新のトピックスでありまして、これサイコロの目が出て無作為か割り付けっていう言葉が聞き慣れないかと思うんですが、要するにくじ引きとかサイコロの目で出た方で治療させてくださいっていうことを患者さんにお願いして、あ、いいよ、俺の体将来の人のために使っていいよっていうようなことを言ってくださった人を対象に二手に分かれていただく。従来の分子標的治療薬を使う人と第三世代とか第二世代とかを使うっていう人に分かれていただいて、どっちの方ががんの制御がいいのか、制御期間が一緒だったら副作用が少ない方がいい治療っていく、お金が安ければもっといいっていう話になるんですが、これを比べるとですね、アルクっていう 7% ぐらいのがんに関してましては、クリゾチニブよりもどうもアレクチニブの方ががんの制御期間が長くて副作用が少ないということで、これは皆さんアレクチニブを先に使ってくださいというガイドラインになってます。まだ保険適用はないんですが、結果として最初にお話ししたジェフィティニブというお薬を先に使うよりも、オシメルチニブという新しい世代のお薬を使う方ががんの制御期間が長くて副作用が少ないよ。で、今は我々はこれが早く保険適用できるということを願って、中川先生とかがですね、早く承認しろみたいな動きをしてくれて、これが早く患者さんに届けたらいいなという。さて、薬の進歩の中に抗体というものが入ってきたことで、飛躍的に治療が良くなりました。昔ですね、抗体っていうものを作るときにはネズミで作ってました。ネズミで作った抗体を人間に打つとですね、人間がネズミになっちゃうんですよ。嘘です。ショック状態になっちゃうので、とってもとっても人に入れられないんです。じゃあ何をしたかっていうとですね、体だけ人間にする、ボディを人間にする、これはキメラ抗体とか言うんです。でもこれでもですね、あ、これマウスですね、私がコンピューターのマウスで描いたマウスです。で、このキメラになると最初に抗ヒスタミン剤って抗アレルギー剤を投与したり、あとお熱が出るので解熱剤を先に投与して、これを投与する、最初ゆっくり投与して大丈夫だったらスピードを上げるみたいなことをしたら、なんとか人に入れられるよっていう抗体が、セツキシマブとかね、そういう薬の名前でキシマブとかつくやつはカイメラ抗体というもので、半分人間の体で、最近技術が進んでですね、顔まで人間にできる。まあこのためだけにヒゲを伸ばしてみたんですけど、ネズミにはなりませんね。で、そんなことで人型抗体といって、実際にどのくらい人型かというと 93% から 95% 人にするっていうのが最新的なテクニックと言ってたんですが、もう完全に全部人にする抗体なんてものも作れるようになって、副作用が少なくて、また異物じゃないので長く効くんじゃないかなみたいなことが言われるということ。で、そういう抗体ができるようになったので、今日の話題の免疫チェックポイント阻害剤というものが使えるようになりました。まずこれはまた肺がん診療ガイドラインというガイドラインなんですけど、 PD-L1 というものを測定してください、これに基づいて治療方針を決めてくださいということになっています。今から免疫チェックポイント阻害剤というようなお話を、まずですね、ここで頭を整理していただきたいんですけど、免疫療法と免疫チェックポイント阻害剤というのは使い分けて考えていただきたいなと思います。免疫療法の中のほんの一部ですけど、でも実際に効果を証明できているのは免疫チェックポイント阻害剤ですので、こんがらがらないように聞いていただきたいと思います。まず免疫チェックポイント阻害剤ってどういう働き、肺がんで使う免疫チェックポイント阻害剤がどういう働きをしているのかということから、がん細胞が、まあ、毎日がん細胞ってできてるんです。ところがそれは壊れてくれてる、壊してくれてる。で、壊してくれてるのが T リンパ球という、がん細胞、異物を見つけるとがんを攻撃してくれるんですね。ところが、がん細胞というのはそれを攻撃されてると学習能力を持って PDL1 という物質を発現させるんですね。で、PDL1 というものはリンパ球側にはですね、これ以上攻撃すると自己を攻撃、自分の体を攻撃するからそのくらいでやめとけっていうセンサーがついて、そのセンサーの PD1 というものと結合してですね、働かなくなるんです。こういうことが起こってがん細胞が大きくなってるんだろうということが分かってくる。これ日本人が見つけたんです、日本人の研究。それでこの弱ったリンパ球ですね、この PD1 というところや PDL1 というところに蓋をしてしまうと結合できなくなるので、巷でですね、リンパ球輸中療法って聞いたことあります？
リンパ球をどんだけ入れてもがん細胞が眠らせるパワーを持ってたら何の意味もありません。樹状細胞ってリンパ球に刺激を与える細胞ですから、それを入れたってがん細胞が PDL-1 を持ってたら何の意味がないということで、細胞療法というものがなかなか人目に効果が出ないというのは、高いばかりで効果が出ないのは何でかというと、こういう基準があるからですね。だからこういうがん細胞と接するところをブロックするとどうかというようなことが考えられて、現在 PD-1 抗体として保険で使えるのが2剤、そして PDL-1 抗体というものが3剤使えるようになるのを待っているという状況です。本当に効く免疫療法というのは免疫チェックポイント阻害剤ということになります。じゃあどういうことをやっているかというと、先ほど言いましたように、こっち側ががん細胞で、こっち側がリンパ球で、リンパ球のセンサーとがんが発現する PDL-1 がくっつくことをブロックするものが抗体です。だからこのお薬のこのペンブロリズマムという抗体はですね、抗生剤はですね、 PDL-1 が出てるがん細胞にしか効かないかもしれないということで、 PDL-1 が発現してるか発現してないかがこのお薬の効果を予測するんじゃないかと、効果を事前に分かるんじゃないかということを思いつきました。そこでですね、 PDL-1 の細胞の細胞がん細胞における発現割合が 0%、25% まで、 50% までそれ以上みたいな方に分けて、じゃあがんが半分以下になった人、こっちの色ですね、走行割合というのはがんが少なくとも半分以下になった人の割合はどんなんだろうということを見ていくと、見事にがんが半分になっていく人の割合というのを予測するんじゃないかと。ということで、この試験をやっている間にですね、日本でこのお薬が安全に投与できるかということをやらせていただいて、で私がこの結果をですね、論文を書いたわけじゃなくてクアラルンプールで発表させていただきまして、それがちょうど3年前の11月7日に、11月5日の飛行機に乗ったんですけどね、そしたらキャビンアテンダンスがですね、突然来て誕生日おめでとうと、この時50歳ですから私が来週何歳になるかバレちゃうんですけどね、そういうことがあって、じゃあ何が言いたいかというと、日本も同時にそういうことができたので、世界と同時に開発を開始することができました。でこの時考えたのが殺細胞性抗がん剤、先ほどお話ししましたプラチナムダブレットでお話しましたよね、ジェフィティニブっていうお薬と比べてこんなクロスするようなカーブになっちゃったよという話をしたと思うんだけど、そういうお薬が効かなくなった人、プラチナムダブレットが効かなくなった人に対して PDL-1 が出てるかどうかということを2222人の患者さんに調べさせていただいたところ、約6割の方が PDL-1 が出てるよと、そのうちの半分の3割ぐらいの方が強発現してるよと、 50% 以上の細胞にがん細胞 PDL-1 が出てるよということが分かって、でこの方々に臨床試験に入っていただきました。2回目の治療というのは2剤療法じゃなくて、プラチナム併用療法じゃなくてドセタキセルというお薬でやられることが多いので、あ、すいません、これ出したらね、もうかぶれ、横文字かぶれって言われると思って、さっき慌てて日本語を上から変えたんでした、忘れておりました。ペンブロリズマムっていうこういう免疫チェックポイント阻害剤と殺細胞性抗がん剤、昔やってたドキサキセルっていうものを比較するようなことをした結果ですね、50% 以上のがん細胞に発現している強発現という人には圧倒的に従来の抗がん剤よりもペンブロリズマムを使った方が命が延びるよということが証明される。ところがですね、じゃあ陽性の人 1% 以上 60% の以上の人はどうなのと、 60% ぐらいの人はどうなのということなんですが、残念ながらこの発表の時にはね、強発現を含むような形で出してあるので、こっちが効きすぎるのでフェイクで 1% 以上も陽性になるんじゃないかなということを疑ったんです。我々疑うの刑事じゃないですけど、疑うのも仕事なので、この人はどういう病気かって最初から疑うとこから入るのが医者なんでですね、疑いました。ところが発表された論文には1から49% の人、もちろん 50% 以上の人にはものすごく効いてるんだけど、1から49% の人にも効いてるみたいで、安心してください、履いてますよみたいなことだったということが分かった。あまり受けませんねそれでね、でもこの試験で
次に知りたいのは、このお薬がウィークポイントはどこだということをまず知らなきゃいけないんです。先ほども言ったように、分子異常がない人にこのお薬を投与しても毒にしかならんという話になってるんだけど、全員に効くわけじゃないよと、 PDL1 で縛ったから全員で効くわけじゃないよというふうで見ていくと、まず EGFR、 先ほど言った EGFR の変異ね、分子異常がある人にはこのお薬はどうも効きが悪いということが言われました。これだけで、このお薬だけでこれを分子標的治療薬よりも先に使うことはないよなみたいなデータ。じゃあこれがこのお薬の開発だけで言われているのかということになると、皆さんオプチーボって聞いたことがあるでしょ。今お話してきたのはキートルーダという名前で打たれているお薬なんですけど、これはオプチーボの話になるんですが、オプチーボも同じように二次治療としてドセタキセルとオプチーボどっちがいいのか、ドセタキセルとオプチーボどっちがいいのかという2つの試験、どうして2つの試験があるというかと、扁平上皮がんと非扁平上皮がん、扁平上皮がんにあらずというものに分けて2つでやるということを行いました。その非扁平上皮がんというところで見ると、これはタバコを吸わない人もなっちゃうがん、扁平上皮がんってほぼほぼタバコを吸う人しかならないがんなんですけど、非扁平上皮がんはタバコを吸わない人もなっちゃうがんなんですが、その論文を見てみると、タバコを吸わない人にはあまり効かない、非喫煙者にはあまり効かない。で、EGFR の変異がある人、これはですね、二次治療で使ったか三次治療かで使うかということになるんですけど、三次治療で使っていいのは EGFR の変異がある人だけだったので、 EGFR 変異があるというのは同じことなんですけど、タバコを吸わない人や EGFR 変異がある人にはこのお薬、免疫チェックポイント阻害剤はちょっと苦手だぞというようなことが再現性、お薬を変えても同じことが言えたので、じゃあこういう人にお薬はどうするのかということは考えなきゃいけないと。それでこのオプチーボの方はさらにちょっと踏み込んだ解析をして、PDL1 の発現割合ですね、 PDL1 がたくさん発現するのがこっち向き 100% がここですね。それとがん細胞が持つ遺伝子変異の数を数えましてね、遺伝子変異が少ない人と多い人、まあ、適当に線を引いてあるんですが、243というところで線を引いたというようなことが報告されたんですが、 PDL1 が発現してがん細胞自体に遺伝子変異が多い人にはこのお薬よく効くよ。ところが PDL1 が出ててもがん細胞の遺伝子変異の数が少ない人にはあんまり効かんよ。PDL1 はあんまり発現しなくても遺伝子変異が多い人には効くよみたいなことが言われて、なんだこれという話になるんですね。で、タバコを吸う人のがんってどういうがんかというと、遺伝子変異がたくさん積み重なってがんになって扁平上皮がんになっちゃったりという人が多いので、まあ、こういう人間の細胞から遠く離れてしまったようながん細胞にはこの免疫チェックポイント阻害剤は効くんだろうというふうに考えられてて、例えばたった一つの遺伝子変異、 EGFR の変異、 ALK の変異とか ROS1 の変異とか、たった一つの遺伝子変異でがんになっちゃうようなものは、まあ、人間に近いんですね。ちょっと可愛らしいがんということになります。中に写ってるこの写真はあまり可愛いと思ってくださる方は少ないかもしれませんが、こういうことで、これは人間に近いから、この免疫チェックポイント、リンパ球自体がね、免疫チェックポイント阻害剤を使ってもリンパ球自体が活性化されても人間に近いから見つけられないんじゃないかなというようなことが、じゃないかなということで、本当かどうか分からないじゃないかなみたいなことが考えられているという状況です。さらに厄介なことにですね、免疫チェックポイント阻害剤ってリンパ球を活性化させてしまいます。一回活性化されたリンパ球というのはずっと活性されるか化される可能性があって、その後に分子標的治療薬を使ったらその副作用がものすごく強く出ちゃう可能性があるよ、そういう事例があるよということが言われて、免疫チェックポイント阻害剤の後の分子標的治療薬ってあんまり相性がよろしくない。分子標的治療薬をもう使い切って、もうおそらく分子標的治療薬に戻ることはないでしょうといった場合に、免疫チェックポイント阻害剤を使った方がいいんじゃないかなということ。で、効果の観点で分子異常がある人にはちょっと効きが悪いかもしれない、有害事象、副作用の出方という観点でも順番を間違うと大変になるかもしれないということで、まず分子異常がある人には分子標的治療薬を先に使ってください。それをもう使わないかなという状態になって免疫チェックポイント阻害剤を先に使うか、従来の殺細胞性抗がん剤を使うかということを検討しましょうというのが現在の
流れと思ってください。 でも今そう思ってるけど将来的に違うかもしれないので臨床試験や治験とかで本当はどうなんだっていうのを今見ていってるっていう状況です。じゃあこのペンブロリズマブですね、 PD-L1 が強発現してる人にはよく効く、そして EGFR の変異などがある方には効きが悪いと、得意分野と苦手分野が二次治療というところで分かったので、じゃあ我々ががんって診断したときに最初に進行がんって最初に死んだときに診断したときに最初にお薬の療法を使うという人に対してどうなのかということを見ている。得意な 50% 以上に PD-L1 がん細胞の 50% 以上に PD-L1 が出ている、そして苦手な EGFR歩くたった一つの遺伝子変異でがんになった人っていうのは除外してしまって、得意な人は入れて苦手な人は除外してということをしようということで、まずやっぱり 30% の方が PD-L1 が強発現してました。この方々に従来の抗がん剤をやる人とペンブロリズマブ、キートルーダという名前で売られてるんですが、そのお薬を投与するということをやりました。結果こっち上にやれば上にあるほどいい治療ということになります。というのはお一人これはですね、がんが再発したら一人階段を降りていくようなグラフを書くんですね。でこっちが時間なんです。で時間が経っても再発してないということはこっちより上にあるということになって、上にあればいい治療ということになるんですけど、従来やってたプラチナムダブレットに比べてペンブロリズマブはがんが制御できる期間が長いよということ。ここまでは驚きません。新薬を開発するときにはよくある話です。ところが一般的な抗がん剤をやった後に効かなくなったら PD-L1 が 50% あるということは、その前のねドセタキセルと比べたらペンブロリズマムの方がいいお薬だ、ニボルマムの方がいいお薬だということが分かっているので、一次治療が終わった後には免疫チェックポイント阻害剤を使っていいですよということで、効かなくなったら交代したんです。そういうことをやったにもかかわらずですね、なんとこの丸が出てきたのは、私が驚いた瞬間をですね、エスモニュースに大きな新聞にですね、第一面の一番前で僕が聞いてるのが分かってるんです。口が開いてるんです。みんなこれお前あくびしとるとこ取られたぞって言われるんですけどね、違うんです。驚いた瞬間でポカッて口が開いてる。その斜め後ろにですね、神奈川県がんセンターのですね、加藤先生っていうのも口開けてるんですね。なんで驚いたかというと、今まで標準的治療と言われたプラチナムダブレットより PD-L1 が 50% 以上の人とかで遺伝子変異がない人という人はペンブロリズマブを使った方が命が伸び取ったんです。これは何を意味するかというと、標準的治療法、現在の一番いい治療というものをもっといい治療が出てきてしまった、治療のパラダイムシフトが起こった瞬間だということで口が開いてしまったということが起こった。ですから今出されている肺がん診療ガイドラインでは PD-L1 をまず測ってください。そして PD-L1 が強陽性でかつ遺伝子変異がない人には従来の抗がん剤よりも PD-L1 を投与することをまず患者さんと相談してくださいというような、患者さんに勧めてくださいというようなガイドラインになっています。分子変異がない、そして PDL、 この三角は PDL1 のつもりですからね、今日の話の流れを読んでいただきたいと思うんですが、 PDL1 が発現している人はペンブロリズマムというお薬を使って、そして従来の抗がん剤、併用療法、単剤療法に行ってください。じゃあ中等度 1% 以上 50% までの人は殺細胞性抗剤がねの併用療法をやって、ニボルマムかペンブロリズマムをやって単剤療法に行ってください。じゃあ出てない人はどうしたらいいのっていうことになると、従来の治療までやってニボルマブを使ってくださいみたいなことが今の流れになってるんですが、実際問題、先ほど見ましたようにニボルマブの試験は非扁平上皮がんと扁平上皮がんに分かれておりました。扁平上皮がんではですね、こっちががんの制御期間なんですが、こっちが命の長さです。時間が経ってもお亡くなりになる方が少ない方がいい治療ということになると、最初からニボルマブの方がいいんですね。オプチーボの方がいい。だから病気が扁平上皮がんって診断されている方で PD-L1 が発現 50% 以上じゃない人は、プラチナム併用療法の後にはオプチーボとかペンブロリズマも間違いなく使ってくださいということに。
扁平上皮がんにあらずって書く非扁平上皮がんはどうかというと、なんかちょっとわからないグラフがいっぱい出てきて、 10% 以上という人にはまあ効くだろうということになるんですけど、 1% 以上ということになると、 1% ネガティブの人ということになると、どっちがドセタキセルでもどっちがニボルバムでも変わんないよ、どっちも命の長さは一緒だよというようなことで、どっちも使った方がいいじゃん、どっちを先に使った方がいいのっていうような話になるんですが、先ほどの原則、命の長さが変わらないんだったら副作用が少ない方がいいお薬なので、このニボルマブを使ってほしいなと診療する側の医者は思うんですが、そうは言っても皆さん保険外の診療やられたらたまったものないじゃないですよね。これなんか100万ぐらいするんですね、1回打つの。だから保険で蹴られたらダメなので、殺細胞性抗がん剤単剤療法まで済ましたらこの治療に入っていきましょうみたいな流れになる。今保険で使えるのは PD-1 抗体なんですが、 PD-L1 抗体といって、まあ、がん細胞につくんじゃないかというものももう近々発売されるんですが、特にこの一つはひょっとしたら PD-L1 が出てないやつにも命を延ばす効果があるかもしれないということがあって、この薬が早く承認されないかなというふうに思っています。さて、免疫療法と免疫チェックポイント阻害剤は違うというお話をしたんで、いわゆる巷でこれ九州がんセンターからタクシーに乗るとですね、タクシーの背表紙に入ってたパンフなんですね。長年九州がんセンターで培った免疫療法をがん患者に届けるためにとか書いてあるんですね。でここは爽やかな私の写真ですけど、奇跡の一枚なんですけど、これをめくるとですね、お前20代じゃないかみたいなドクターの写真があって、まあイケメンの人が写ってました。でこういうパンフに必ず書いてあるのが副作用がないみたいなことが書いてあるんですが、この PD-1 阻害剤というものをマウスで完全に PD-1 というもので欠損させるマウスにすると、まあ前臓器にいろんなことが起こるよということが分かってました。それでね、人間に投与した場合、左側がニボルマブオプチーボ、右側がキートルーダーなんですが、全身肺がんのパンフですよ、肺がんのパンフレットなのに必ず全身の絵が描いて、全身に何か起こる可能性があるから気をつけてください、医者向けですね。そして患者さん向けのパンフレットも必ずボディが描いて、こういう症状が出たら気をつけてください。免疫療法は効かないので何にも起こりません。ところが免疫チェックポイント阻害剤は全身に薬が行きますので起こる可能性があると、頻度は少ないんですが起こる可能性があるということを考えておかなきゃいけないし、いつ起こるかわからないというようなことが特徴であります。なんでか、 PD-L1 抗体を使ってますが、これはリンパ球とかね、そういう免疫を担当する細胞にしか発現してないだろうというふうに言われています。で先ほどがん細胞に出てる PD-L1 との結合を切りますよというお話をしたんですが、この PD-L1 というものはがん細胞だけじゃなくて全身に出てます。だから全身で PD-1 と PD-L1 の結合で制御しているものが制御が取れなくなるということになって、免疫チェックポイント阻害剤の副作用というのは、今までの殺細胞性抗がん剤とか分子標的治療薬って多くの場合はやめたら副作用戻るんですけど、この免疫チェックポイント阻害剤はリンパ球の効果が、リンパ球が異物を見つけて攻撃するという間は副作用が取れないので、下手したら免疫抑制をかけなきゃ、免疫を高めたんだけど逆に抑制かけなきゃいけないというようなものも出てくるというものがある。例えばこの CT っていう、これは私を輪切りにしてですね、下から上に見てる、まあまあ美しい肺なんじゃないかなと思います。こういう方がですね、免疫チェックポイント阻害剤を使うとこんな風になっちゃう。この白いところは間質性肺炎という、こういうことが起こる人がある一定の割合でいらっしゃいますよということになる。ところが最初からこんななってる人にこういうお薬を使ったらどうなると思います？おそらくこんなくらいでは済まないぐらいのことになって、人工呼吸器につないで知らないうちにあの世に行っちゃうという人が半分ぐらい出ちゃうんじゃないかなと。だからこういう効くよというようなお薬も誰にでも投与すると、まあ、大変なことになってしまうので、これは一例で出しました。これは一番命に関わるかなと思ってこれを出してるんだけど、じゃあ今リウマチで免疫抑制剤を使ってますっていう人にこのお薬を使うかどうかっていうのは非常に考えなきゃいけないし、甲状腺機能っていうのはもう壊れてもいい、一生甲状腺の補充をする治療を受け入れられるっていう人だけ
こういうものが自分が受け入れられるということですね。インシュリン注射を打たなきゃいけなくなっても、でもがんをやっつけることが大事ですっていう人には投与できるけど、それは受け入れられないという人には勧められないということになって、こういうトリアージをしながら治療していかなきゃいけない。これ一番最初に出しましたね。お薬を使うかどうかというのは副作用がどうか、効果がどのくらい見込まれるのか、そして体力が十分なのか。体力という書き方をしてますけど、臓器機能ですね。さっき見せたようなボロボロな肺に投与するようなことがあったら大変なことになりますよということになるので、自分はこの治療を受けたいと主張するんじゃなくて、主治医の先生もしくはセカンドオピニオンを使ってですね、自分に合った治療、自分が今取るべき方法は何なのかということを話し合って決めていただきたいと思います。さて、今日で肺がんの薬物療法で3本柱がある。この3本柱を使い切ることが一番長生きになるよっていうお話をしたんだけど、さっきみたいな肺の人に使い切ったらですね、使い切るどころかどれを使ってもあの世に先に行っちゃうかもしれないので、そういうことを考えながら治療していくわけです。そうなってくると薬物療法だけががん治療じゃないんです。ベーシックな緩和医療があって、初めてそれができてる人が初めて薬物療法ができますという話をしたと思うんですけど、じゃあ薬物療法をやらない人は何をやらなきゃいけないかって、緩和医療を一生懸命やる、体力を落とさない、体力が回復したら治療を次の手段を考えるということをしなきゃいけない。薬物療法、肺がんの薬物療法ってやることが目的じゃなくて、やることによって健やかな長生きが得られるかどうかということが大事なので、自分が受ける治療の目的は何なのかということを明確にして、治療は手を出すべきなのか、やめて緩和療法を一生懸命にやるべきなのかということを主治医の先生と話し合って決めていただきたいなと思います。さて、インチキ医療に騙されるなという発表の前に、一番インチキ臭い私がお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。